はい、本日も始まりましたコンタクトジャグリングレクチャー講師はパフォーマンスカスタムです。今日あるパフォーマンス、こういうパフォーマンスになります。はい、ということで、ちょっと細かいんですけども、ネイルストールっていうね、この指のつま先みたいなところでですね、やるストールはやったと思うんですけども、フィンガーで、こうする。ここを使って、指の2つ。ここを使ってですね、こういう乗せる。で、例えばこれを上にキュッと上げて、これと。で、また落とす。まあ、上に上げて止めるっていうのは正直、まあ、何回かに1回かできますけど、リスクしかないんで僕はやらないですけど、ぜひマスターしてですね、動画アップして、皆さんに連絡ください。挑戦者は求めます。まあ、上に上げたやつを、ピッて下げるのはですね、できるんですよ。どういうことかっていうと、実はちょっとズルしてまして、ここで落とすときに、ちょっと親指って支えてから、キュッてここの、指のポイントにね、送ってあげるっていう。だから角度で言ったら、こういう角度でやったら、ちょっとバレないんですよ。実は後ろでちょっと親指持ってたりする。で、見るときはもう、こういうこと。こういうこと。はい、補助できます。よって、ほんまはできたら一番いいんですけどね。ちょっと僕は、そこはリスクしかないんで、もう、つるって言ったらもう、リカバリーこれはできないんで。でも、できる人をですね、ぜひ僕は見たいんですよね。例えば、ここから、ピュッて行って、ピョンって投げて、こっちでキャッチしてですね、で、またこっちで落として、で、また今度こっちになって、こっちになって、こっちになって、ギュッてこう上げるみたいな。かなりマニアックですけど。まあ、だから僕が今推奨してるようなパターンが一番、現実、本番の現実味ではあると思う。例えばこういうグリップアイソレーションから、例えばちょっとこういうふうに持ってきて、うん、で、こう、例えば取って、なんかこういう感じでこう、まあ、喋ってもいいですね。3、2、1、はい、みたいな感じでもいいですし。なんかちょっとね、指って結構人間が思ってる以上にいろいろ動くんですよね。最近は僕もフェイスタッティングって言って、こういう、わかります。こんなわかります。みたいな、この、結構指ってね、いろんな風にこう、繋がって、面白い動きできるんで、ちょっと装置系の複雑なものとかも加味すると面白いと思うんで、結構まあ、この状態でのストールっていうのは割と、うん、インパクトあると思うんで、ぜひここからですね、またいろいろやってみてください。で、さっきも言いましたけど、今日の最後ね、ここからよって上げて、ここピタよっよっよっみたいな人を、ちょっと大募集してますんで、よかったら、連絡ください。動画上げてみてください。僕、いいね押しますんで。はい。ということで、今日はですね、フィンガーストール、やりました。ぜひですね、フィンガーストール行く前にフィンガーだけでしっかり、なんか動きみたいなの見せて集中させといて、乗せるみたいな感じですね。指先練習してみてください。ということで以上です。チャンネル登録もよろしくお願いします。パフォーマーカスさんでした。